1977年、長野市の公立中学校では英語の勉強のためにと日本語と英語が並べて書かれた聖書が配られました。そこには折にかなう助けというページがあります。当時中学1年生だった和田隆少年はここで初めてイエス・キリストの言葉に触れました。例えば孤独な時、試練があった時、友達に裏切られた時、そういろんな感情がある時に合う言葉がいっぱいあるんですよね。重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、休ませてあげよう、互いに愛し合いなさい、誰かが右の方を打つなら他の方をも向けてやりなさい。ああ、これは目が覚めるような言葉だなと思って、キリストイエスって素晴らしいお方だなっていう感情があって、和田少年は善光寺で知られる長野市の熱心な仏教徒の家庭に生まれました。長野市は仏教都市ですけど、学校にもよく留学生が来てて、何回か私下手な英語でコミュニケーション取ったら取れるじゃないかと。あと性格上私誰とも話すので、あんまり尻込みしないのでね。そうするとそこで新しい友情が生まれる、ね、そして新しい発見があるっていうことの繰り返しをやっていくうちに、ああこれっていいなって思っていくうちに、まあ、和田少年は中学生にして海外留学を思い立ったのです。親はもうずっと長野でね、教育を受けて、別に東京いつか行っても戻っておいでねっていうような感じの育て方ですよね。1980年高校1年生の11月、和田少年は通学路で末日聖徒イエス・キリスト教会の宣教師と出会い、キリストの教えを学び始めます。宣教師と会う、教会に来始める、親の言うことにいろいろ疑問を持つわけですよ。なんでみんながやるからなきゃいけないのかと、自分で正しいと思ったことやればいいんじゃないのって何回も思ったことあります。日本人って意外とシャイでね、自分の心情をあからさまにみんなの前で伝えるということはあまりしないですよね。出る杭は打たれるとかね、みんなと同じことをすればいいという風潮の中でね、イエス・キリストの言葉はそうじゃないですよね。自分で決める、自分で羅針盤がある心の中に。そして1981年の早春、和田少年は転機となる出来事を経験します。ある寒い朝ですよ、2月の末か3月かです。自分のお部屋でね、目覚めたらですね、その枕元にモルモン系ですよね、あの当時のモルモン系が置いてあって、モロナイ書の10章の3節から5節、そこだけはちゃんとマークしてあったんですよね。あなた方にとってこの記録を読むことが神の知恵にかなうようであれば、心の中で深く考えてほしい。でもその当時の佐藤達義兄弟役には、ね、神が許したものならばって書いてあったんです。深く考えたい。このモルモン主との出会い、あと宣教師との出会いは神様が許してくれたんかなっていうふうに自問したんですよ。そしたら、想像できないくらいの感謝の気持ちで思い折れたんです。またこの記録を受けるとき、これが真実かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神に問うようにあなた方に勧めたい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。先日これを試してくださいと。でそこで考えれば考えるほど祈るべきかなと思って、生まれて初めて布団の脇に行ってね、まるでジョゼフ・スミスが祈ったかのようなことを思い出しながら、自分なりに声に出して、神様と
天皇様と祈った時に、もう私も祈らなくてももう明白にこれは真実だ、これは自分がこれから進んでいく道だってはっきり分かりましたね。宣教師との出会いからユタ州に留学する道が開けました。日本で伝道した宣教師の家にホームステイをすることになったのです。高校3年生の夏、和田少年はアメリカへ渡ります。なぜ高校の途中から留学したのでしょう。リスク危険性もありますよ。親からしたらね、別に高校卒業してからでいいじゃないっていう話だったんですけどね。多分自分の本能の中でね、なるべく早く行った方がいいと思ったんです。そしたらその思った通りにことが起こるわけ。全てが、例えばビザがいいタイミングで降りるとか、主は私に行く術を示してくれましたね。和田少年の決意とともに、ご両親もまた息子に旅をさせる決心を固めたのです。その一環として和田少年のバプテスマを許してくれました。バプテスマとは、古い自分を葬り、キリストの教えに従う新しい自分として蘇ることを約束する儀式です。人の死と復活、またキリストの力で罪が洗い清められることも象徴しています。親がもうアメリカに行ったら日本に戻ることがないと思う気持ちで、やんなさいと、三日坊主はダメですよって決まれたので、もう私日本を捨てた気持ちで行ったんですよ。困ったら日本に帰ればいいなんて思ってなかった。失敗許されない気持ちで行ったのでね、そういう緊張感の中でずっといたんですけど、アメリカに渡って高校卒業後カレッジへ進学します。最初はわからないことだらけでした。運転免許証はアメリカでは16歳からもらえます。そのために学校で運転免許を取れるクラスがあるわけです。ある日の路上教習で先生は、目の前にバンプがあると注意を促します。わかんなかったんですよ、私。それを考えれば考えるほどスピードが落ちるわけですよね。目の前がなんかぶらけてきて、あ、スピード落ちてるからスピード上げなきゃいけないかなと思って、スピード上げたら目の前にそこでスピード落としなさいっていうサインの、ね、道路の凸凹があってね、もう車の底をガッとやってしまったんですね。でもう散々怒られましたね。で怒られて、何怒られたか分かんないとか、そういうことの繰り返しの中でだんだんと、失敗を通して学びながらね、まあ、失敗を通してバンプってことも学びましたしね。やっぱり教科書から勉強する英語と実際に話す英語、聞く英語違いますから、文化も違いますし、私はもう日本人で向こうに行っただけなので、言葉を勉強しただけだったらやっぱり難しいですよね。外国語を勉強する、そのカルチャーに入っていくってことは、自分の人格をも否定するかのごとく、もう全てを壊して、学ばなきゃいけない。その気持ちの中ですごく不安定になる。だからね、他の人たちが高校から中学からアメリカに行きたいっていう時に進めるかなと思いますけどね。でも私はそれをしたいと思って、そして主はその方を示してくれた。キリストの言葉にこうあります。もし人が私のもとに来るならば、私は彼らに各々の弱さを示そう。私は人を謙遜にするために人に弱さを与える。もし彼らが私の前にへり下り、私を信じるならば、その時私は彼らの弱さを強さに変えよう。やっぱりそういう失敗するじゃないですか。そうすると自分でダメだなとかね、自己嫌悪に陥るとかね。まあ、人が私のもとに来るときに、主は私たちに弱さを示す。なぜかなと。謙遜なのは、自ら謙遜なることもあれば、謙遜させられることもある。その時に、
神様に減り下ってもっと自分が学びたい気持ちになる。そうするとそこに御霊が宿って主の方法を示してくれる。やはり私たち人間は一人一人この地上に来て一人一人は違った才能を持ってまたは神様からの賜物をもらってるわけですよね。その才能は何であるかっていうのは自分の心の奥底になんか気がついてる。でそしてそれが自分の方向に正しいかなと思ったら御霊を通して正しいと教えてくれる。アメリカに渡って2年後、和田青年は宣教師になり、ユタ州で2年間奉仕します。それからブリガムヤング大学に入学します。伝道もねアメリカだったので英語については流暢になっただけじゃなくてやっぱり英語を使ってリーダーシップ取れるようになった、また人とコミュニケーション取れるようになったっていうのは後のね大学で勉強した後でもものすごい役立ちましたし、やっぱり英語を早く勉強したこと、海外に行ったこと、伝道行ったこと全部大変でしたよやってる時は。でも後々にまた大きな糧となっていくことが何回も重なりましたね。あの時やったことは確かったんだってことの繰り返しだったと思います。私たちがイエスに信仰を持ってもっと前に進む時にその自分の弱さを強気に変えてくれる、これは真実です。これは本当に主の方法だと私は確信してます。ブリガムヤング大学で学んでいる時、教会で活動委員長という責任を任されました。副委員長はヘザーという女の子でした。彼女はアメリカ人がやる活動をよく知ってる。ちっちゃい時から親から学んだ楽しい家庭の夢の活動をよく知ってる。私何も知らない。ここでも文化の壁が立ち塞がります。彼女から学びながら私だったらいい顔してるだけね、ニコニコしてるだけでもう何にも分かんなくて、そこでも自己嫌悪に陥りましたけどね、自分ダメかなとかね。ある時大勢の新一年生たちがグループ決めをするゲームを企画します。一人一人に動物の名前が割り当てられ、その鳴き真似をしながら同じグループの人を探すのです。そんなような本当に些細なことでもう大笑いしましたけどね、こんな楽しい活動があるなと。和田青年は大学卒業後結婚し、大学院で経営学を学んで社会に出ました。私後にね働いてる時に7000人くらいの社員を採用して教育する責任者だったんです。採用した7000人のスタッフが集まる親睦の場でこのゲームを使うことができました。だから若い時に学んだことが後になって蘇ってくる。それも自分が全然考えてなかった時、やはり年を取るとともに学んだこと、選挙した時のことは全て無駄なく役に立ちました。その外資系企業は日本に大規模なテーマパークをオープンしようとしていました。そのための人材を集め教育するのは大事業でした。当初アメリカの親会社はプロのスタッフとその家族を来日させて日本人スタッフを訓練しようとしていました。ところがその方法では莫大な費用がかかります。私もねよく祈りました。これについてはあと自分のスタッフの中でもちょっと祈ってくれと言ったりね、バプテスマを受けて聖霊を受ければ聖霊の力を通して私たちがなすべきことを全て示されるだろうとニーファイが教えましたね。聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。自分で学んだ経営学の学問だけじゃなくて、神様に祈ること、そして聖霊の力は私たちに全てのことを思い出させてくれる。そのことが何回も起こりました。その時は自分の留学の経験が蘇ってきたのです。アメリカの労働ビザを得るのは容易ではありません。しかしアメリカに留学した学生は卒業後1年間だけアメリカで働けるのです。意外とテーマパークで働きたい人多いので並ぶわけですよ。リクルートに行ったらいっぱいガーッて人が。
アメリカの大学を卒業する日本人留学生を現地で採用し、テーマパークで1年間実地研修をしてもらえばいいと考えつきました。フロリダの役員に説明したんですよ。全部でね、120名近くトレーニングしたいと、ありとあらゆるテーマパークの人に。そうするとみんなね、いい顔しないんですよね。もう神様に祈って助けてくださいとね。親会社の役員を説得し、まず20人を採用しました。彼らは英語が堪能かつ優秀で、テーマパークの運営を学ぶだけでなく、現場の問題の改善方法まで提案したのです。経営陣は乗り気になりました。続けてたくさんの留学生を採用します。そういう軍団をね、120名200名くらい準備して、そして新卒も卒業日本で採用していくと、もう十分にスキルのある人ができる。彼らが日本での訓練の中心となり、7000人以上のスタッフを揃えてオープンにこぎつけることができました。仕事でのヒントで、こんな難しいことについての解決の方法ができたんだと思うとね、あの頃は神様に感謝しきれないですよね。なぜ僕は松地生徒の家族で育ったんだろうかと、または初めて教会のことを学ぶ人はなぜこんな福音であったんだろうか、その時に、ね、神様がこの機会を許してくださってるってことに気がつくと、感謝の気持ちに満ち溢れる、愛を感じる、愛を感じるともっと神様に従いたくなる、その気持ちに応えたくなる。一人一人が心を開くことを通して、そしてその心が柔らかくなる、その経験をぜひ皆さんにしてほしいと思います。そして天の父様は私たちのことを愛しているがゆえに、自分にとってとっても大切な御子、一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださったという意味をよく理解できると思います。私たちはイエス様が教えたこと、学んで示してくださったこと、全てから学ぶことができる。これを生活に生かしたら、どのような人格を持つことができるかと考えたらですね、可能性はもう素晴らしいですよね。考えられないことです。若い世代の皆さんにはね、イエス・キリストについて続けて勉強して祈って、そしてイエス・キリストの弟子になる決意をしていただけたらなと思います。でもそれは親が言ったからじゃなくて、自分がその気持ちで決断することですよね。若い世代も自分の意思で正しいものを選んで、親から学んだことをどうやって生かすことができるかと考えれば、どうやって神様が皆さんの生活に影響を与えているかということを思い起こせば、周りとある方で神様はみんなに答えを示してくれていると私は確信しています。